こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの、人気中望遠レンズになりますね。エルマーの 90mm になります。はい。はい。ご覧の通りですね。エルマーの 90mm M マウント、振動タイプレンズになっております。はい。これを M2 にですね、つけて、木村伊兵衛などが非常に、愛用していたと言われているレンズになってますね。はい。では、外観から見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、大変綺麗な状態ですね。この共同もピカピカで綺麗な状態ですし、全体的な、すれ当たり凹みとかですね、素材の劣化などは見られずに綺麗な状態をキープしてます。どこかに落として歪んだり、どこかに強く擦ったり、ぶつけたりしたような跡は見当たらないです。マウント部分も綺麗ですね。マウントはライカ M マウントです。はい。全体的な、こういった、ローエットのですね、変色なども見当たりませんで、擦れなども摩耗もないですね。非常に綺麗な状態です。はい。レンズも前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗なども見られず大変綺麗な状態です。中玉も曇り、カビ、バルサム切れ見当たらずに、チリホコリの混入も見られずに綺麗な状態ですね。絞りも軽快に動いてまして、油の乗りなども見られないです。はい。振動もスムーズに動いてまして、はい。ロックもしっくりと効いてますね。この振動をですね、こう、いっぱいまできっちり引っ張り出して、こう、ロックをかけないと、このピントのリングが動かない仕組みになってますんで、気をつけてくださいね。ピントリングはここのボタンを押しながら動く感じになってます。はい。無限ロックになってるんですね、これが。はい。付属品がこちらのリアキャップと、こちらのですね、スカイライトフィルターになってます。健康性ですね。はい。スカイライトなんで、うっすら、こう、マゼンタが入ってますんで、カラー撮影をするときには、気をつけていただければです。ベルビアみたいにですね、やや薄いマゼンタになります。はい。モノクロ撮影の場合はですね、このままレンズ保護用のフィルターとしてご使用いただければ、バッテリーですね。はい。で、付属品がもう一つ、こちらのライカ純正の、はい、フードになってますね。こちら、挟み込み式で、こう装着していただく感じになってます。はい。で、このキャップを逆さまにこうつけてもらって、で、こちらのキャップをしてもらえば、はい。フロントキャップとしてご使用いただける感じになってますね。で、このフロントキャップですね、ちょっとひび割れがちょっと見られるんで、こちらおまけだと思ってください。はい。まあ、キャップとしての、機能は全く問題ありません。はい。でもって本個体ですけれども、熊本の中村工学様にてオーバーホールを施していただいております。レンズの分解整備清掃と、絞りの分解整備、ヘリコイドのグリスアップ分解清掃、ピントですね、の調整を一通り施していただいております。はい。ということで、オーバーホール済みのライカの人気中望遠レンズ、エルマーの 90mm 振動タイプ、前後キャップとフード付きになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。